1986年にカーテンズを上演した際のプログラム、ローズマリーシアターという名前だったことがわかる。ローズマリーブランチシアターは、ロンドンのイズリントン区、ローズマリーガーデンズのすぐ脇にあるパブシアターである。シェパートンロードにあり、イズリントンとハックニーの境目あたり、ホクストンの近くに立っている。パブとしてはすでに1594年に、フィンズベリーフィールズの地図に、 ここにあるエールハウスが掲載されており、主に近くの小ディッチにいる、いて向けに営業をしていたようである。名称は1640年代頃に平等派が、ローズマリーの枝を身につけて、近くのパブで会合を開いていたことによるという。1783年に、遠泊工場であるチャンピオンフィッシュウィックコーが、この土地を買い、パブの建物が、京区の境界近くに建て直された。 1786年と1792年に工場により2つの水車が建てられた。川から水を引いた大きな池のある庭ができ、庶民がボートやスケートを楽しむ場所として親しまれるようになった。1835年には水車が稼働しなくなり、建物を建てるために排水されて池もなくなった。1836年頃までは、 イズリントンガーデンズという名前で呼ばれていたという。ビクトリア朝時代には、ローズマリーガーデンズという名称で、ミュージックホールとしてよく知られるようになり、ボクソールにあった、ボクソールガーデンズと競う人気を博すようになった。ローズマリーガーデンズという名称は、建物のすぐ脇の公園に残っている。1986年にパブである、ローズマリーブランチの上の木座橋が劇場に改装され、 最初は、ローズマリーシアターという名前で呼ばれていた。それ以降、オフウェストエンドのフリンジシアターとして活動している。1992年には改装が行われた。1996年からセシリア・ダーカーとクレオ・シルベストルが共同で芸術監督を務めた。ありがとうございます。